じゃあなんで変えたの。嫌な生徒。いい、ちょっと止めてからないでよ。お前まず乗れ。なんじゃ本当に。やめようか。お前ゲームの話題全然興味ないな。一応これメインカメラです。はい、はい、始めますよ。はい、企画会議あります。来ましたね。初めてのこのスタジオ。あ、一発目。はい、嬉しい。こけら落とし。10万ですか？10万を目標に。10万を目標人で。今2万？2万2000、うん、あと7万8000。企画はですね、うん、はい、どうですか、皆さんも考えていただいたんですかね。あ、考えませんよ、そんな。だってさっきのすぐなんですか。何言ってる、その昨日以内に言ってよ。そしたら考えてこいって。でもなんかそれなりにでも持ってるアイディアみたいなのが。もちろん申し訳ないけど、こっちも YouTube 見てるから。あ、ね、うん、あるでしょ。誰が発表します。柳沢。じゃあいきますよ。一番の、うん、一番の目玉ね、今回は、うんうん、はい、お、お、皆さん、うん、CBC テレビっていう時に、うん、どっちの発音で言ってますか。俺 C。 私も C。 そう、たまにいるよね。 CBC か、うん、CBC かで、これ激論しません。あー、 CBC 派と CBC 派で、うん、ちなみに C で言う人って誰か分かる、アナウンス。渡辺美香さん。あー、そうね。あ、美香さん。渡辺美香さんの C より、うん、もっとスンに近いのは西村さんだと思ってる。えー、や、そうなんだ。スイだって、スイ。西村さんが。あ、そう。そうそうそう。あ、そこもグラデが結構色濃く出てくるわけだ。へえ。これその、まあ、美香さんみたいなベテランが言っているかというと、うん、別に皆さんそうじゃないという。え、けどさ、教わってないよね。うん、研修の時どっちでもいいってこと。どっちどころか俺別に水なんて一言も聞いてない。あ、でも、あ、それだったら、うん、私たちは多分研修時代に CBC で教わってます。じゃあなんで変えたの。いや、嫌な生徒。いや、ダメじゃん、習ってたら。俺たち習ってないもん。何がいいね、盛り上がりそう。一回盛り上がろうよ。盛り上がりそうで止めるんじゃなくて、盛り上がってから止めろよ。そしたらだって次動画出すときの面白みが。じゃあ別呼ぶんでしょ、別の人を。別に呼びますけど。ああ、そうな。 CBC 側の意見ばっかりになっちゃう。まあ確かに今はな、フェアじゃないんで。そうかそうか、そう、OK、 いいよいいよ、うん、いいよ。で、ね、他もあんの。他は社食。あ、いいね。あ、いい。これはだけどちょっと一個だけ重要だけど、出してくれなの、社食代を。制作費で出せよ。だってさ、別にその撮影がなくてもお昼ご飯食べるわけ。社食に行くよ。けども、うん、これはもう皆さんね、食レポしてるから分かると思うけど、うん、はい、食レポで食べるご飯って満足感ないじゃん。いわゆる美味しさを伝える、あって何。これ多分見てる人、あ、やっぱそうだったなと思って。違う違う違う、満足感って、あの、うん、食事としてのだよ。あ、そうそうそう、味はうまいし、うん、その雰囲気を伝えなきゃっていう脳みそがそっち行っちゃって、うん、こっちにもガツガツ無言で食べたいのができないから、うん、結局僕はあの、うん、だから社食、あの、ご飯レポートした後にもう一回ご飯食べたりしてどんどん太ってったっていう、うん、あるから。これ社食でやんにやったらそれはもうやろうぜ、経費で。経費、うん、分かった、じゃあ1個だけだろ、500円。もともと何個って言ったの。1人1個じゃなくて1個頼んで、それをこれシェア。社食 の、 あの人が怒るし。いや、だからそれこそ終わった後にちゃんと食べよう。自腹でちゃんと食べますんでって。そういう意味では社食にみんなで食べに行こうっていう動画の、うん、あ、それはいいかも。社食紹介というよりも、うん、まあ、もうみんな食べに行って、うん、で紹介もするんだけれども、うん、まあ、ラフにみんなの日常を切り取る。あ、私たちがもしランチをしたらみたいな。なるほど。で、許可取りもまだ会社だからしやすいだろう。そうそうそう、ということだし、しやすいだろう。あ、いいかもしれない。あと何がいいって、社長が来るからね。あ、そうですね。ほら、社長に僕らアナウンス部はこういう活動してるんだってアピールしたら、社長するんだけど、これも今日は自腹なんですよねなんていうのポロッとこう言えば、え、ほんと予算ないのかなんつって、ほな、じゃあちょっと予算なんかつけなさい。あ、さっきに秘書部に連絡。そうそうそう、スケジュール頼むよなんつって、それでやろうよ。確かにね、うん、下手くそか、まとめ。ふわ、確かにねえじゃないんだ。あ、じゃあ皆さんなんか出して。あ、いい。あ、僕はね、ゲーム実況、はい、あ、ゲーム実況っていうのはあれなんだよね、ゲームによってはそのまんま YouTube に上げてもいいっていう OK になってるんだよね。おー、もうゲームの画面ね。だから皆さん結構やってらっしゃる。そう、で僕ね、最近ね、あの、ほら、8番出口って話題になったじゃない、わかる、8番出口っていう
ゲーム知らない？まあ、いわゆる地下鉄の8番出口に出たいっていうゲームなんだけど、まず一回バーって通るわけ、普通の通路なんだけどバーって通って、そうするともう一回同じ場所にたどり着くの。でさっき見た景色と違う異変があったら戻ってください、何もさっきと異変なかったら進んでくださいって言うと、で合ってればまた1が2になって3になって4になって最終的に8番の出口までたどり着けるっていう、同じ景色なんだけど異変を見つけたら戻るっていう、こういう8番出口っていうゲームがものすごい流行ってて、でそれに関連して8番ライクゲームって、8番出口系の例えば電車とか新幹線とかいろんなバージョンが出てて、これはねめちゃくちゃ面白い、実際に買ってやってるんですけど、やめようかちょっと待って、なんかちょっと今日企画会議でカメラ回してるのは、ちょっと見てる皆さんの反応がちょっと、いや絶対いけるわ。だからほらTBS のね、うないさんの YouTube、そう10万人いってます、うん、僕らの目標の方でもあるわけです。あ、そういうことか。つまりそういうのを繰り返していくっていうのは1個手じゃないかなと、私のアイディアね、ゲーム実況うないさんを目指そう。そうで、上手くなくてもできるゲームある。スイカゲームとかさ。あーやりたい。あとね、私一個やりたいのはラビットで見てて面白いなと思ったのは、なんか小さい人たちがいて、これをみんなで協力してゴールを目指す。はいはいはい、ある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 。あるある。例えばこの小さい人たちが積み重なってこう崖を登るみたいなね。そう、崖を登る。何もない崖をどうやって登んのっていうのを、一人のジャンプじゃ届かないのよ。それをこの A の人の背中に乗り、うん、B、C の人は A と B の背中に乗りみたいなね、うんうん、そう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 、でってこう登った人が綱ロープ落とすとか、一人が敵を引きつけてる間に他の二人が先に行き、で今度はこの人たちが引きつけた間にこの人も進みみたいな、それをラビットでは多分8人ぐらいだったけど、やってたやってた、3人とか面白い。ああお前ゲームの話題全然興味ないなちょい YouTube 見ゲームやっぱりそのあれなんですよ。でも全然いいと思う、案に入れるけど、案に入れるけどってお前それお前編成が若手の企画書をもみ消す時の言い方や、ああ案に入れとくなーって、またこの企画書が通ってないやつ。いや私はもうみんなにドッキリをかけたいんですよね。あードッキリか、ドッキリね、うん、この MC はさなんかこの提案するのやる気をそぐんだよいつも。これ一番いけないよ。よくないよお前まず乗れ。いいっすねドッキリ。いや今いやむしろいいねっていう反応だったのにそう思ってないってことはリアクション下手。ドッキリか、ドッキリかじゃないの。もう一回やって、うん、私、うん、みんなにドッキリかけたいんですよね。いいそうそれでええねん、それやそれが聞きてや。あ楽しかった今。何のドッキリします現実何できんだろうドッキリって。何、どんなイメージは。ドッキリのイメージは、うん、なんかこうなんとなく置いてあるペットボトルの水をこう開けて飲むじゃないですか。あ、酸っぱいとか。そう酸っぱい。あーいいねとか、うん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 、あとまあ、うん、ブーブークッションとか、はい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 、そういうのも陰でどういうリアクションをするのか見てみたいですね。あーいいね、うん、先輩どうしようかなそれは面白くねえなみたいなってこと。ごめんって今は予算とできるものと人材を考えてます。いやいや、なんとなく今思ったのは、例えば先輩と一緒にトークしてる時の飲んだ水が酸っぱくてもそのトークを止められるか止められないみたいな、先輩が過去の話を喋ってたら、いくら酸っぱくてもと思ってもけど今しゃばってるからと思って我慢しないかんみたいな、真面目な仕事感とかを、そうそうそう、語ってる、真面目撮りをして、うんうんうん、先輩にこの話聞く、部長にこの話を聞くとかなんかいうのして、若い子たちがそれを言えるか。ちょっと待って、これ動画流したらバレちゃう。いやそうだね、けどな、そういう方向性いや細部は語らずともドッキリそういう風にやっていくと、だけど別にいいんじゃない、アナウンサーの リアルなリアクションっていうのを見てみようっていうので、ね、3パターンぐらい撮れたら、あやっぱり芸人さんと面白いねになるかもしれないしね、性格とかキャラとか浮き彫りになるだけでもいいかもしれない、ね、そうそうそう、
意外にこう真面目な人が口悪くリアクションする、うん、いけなとか言っていい意外でしたねみたいなあるかもしれないし、あ いいですねそれね、そう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 、他にいろいろ考えてる、あいいでしょう、ちょうだい、うん、私たちの採用試験の時に撮ってるカメラテストの映像を、うん、あるの、あります、残ってんの、はい、これね、ある一定の年齢から残ってます、うん、そうなの、見たい、探しました、へー、あで実際にあるんだ、もうあるのは決まってんだ、一応映像はあるんですけど、それがそのちょっと古い人だと、うん、あの映像が擦り切れてるとか、お面白い、そんな貞子とか出てこうへん大丈夫ボロいのビデオじゃない恐ろしい、でもそうだってオンエアでも多分ほとんど出てない、うん、いや絶対出ないでしょ、一回も俺のは出したことないよ、それをだから、うん、本人さえむしろ一度も見たこと、うん、見たことない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 ですね、ないです、これをちょっとみんなと一緒にプレビューして、面白いし、あ恐ろしいこと言う、恐ろしい、嫌な、嫌なのかな、いや恥ずかしいですよね、あそうか、えそんなにこう手応えのある面接だったのかな、いやけどまあ俺僕の年は僕しか受かってないからねパッとすごい圧倒しちゃったんだよね、すごい圧倒しちゃった、他を他を圧倒させる、な何人同期アナウンサー何人、2人、吉岡さん、ね、同期何人、3人、俺1人圧倒しちゃった、そうかもう男女ともに1人だ、うん、ね、いやさ人材のさいるいらないの話だから俺の前の年に夏目さんたち3人入って、その前も夏目さん入ったりしてるから、女性はもう今いるよっていうことだったんか、そうかそうか、よかったラッキー逸材だったいいね、これでもほぼ予告だな、じゃあこれをやりますよってことだね、こう企画会、ね、これは企画っていうよりは皆さんの、反応を見て、うんうん、だからこれ絶対見たいって絶望の企画があった方はコメント欄に、他にも案があったら、そう、ああ参加者なのね、そうだから皆さんのコメントももうめちゃくちゃ読んでますから、確かにめちゃくちゃ読むほど来てないけどな、2分カラッカラと、そう皆さんになんか日頃こんなことやったらいいのにみたいなことを書いていただけると、うんうん、嬉しいよね、あれは本当に嬉しい、うん、ありがたい、はい、なんか YouTube を撮るのが楽しくなるような企画が出そうだね、そうするとこの YouTube 勤務がもうワクワクできるから、どんどんやりたい、ダンス部の皆さん、はい、そうですよ、はい、ぜひ参加してください、あなたに言ってますよおしまい高評価いいねだけど、いやいや言え言え、じゃあ言うで俺何、はい、高評価な、いくいく、高評価、コメント、いいねボタン、ちょっとコメント取らないでよ、なんだっけなんだっけ、俺違うか、あチャンネル俺が違うんだ、1個目かずれてったいやそうか、何が欲しいのかが分かんなかったから、そうかそうか、とにかく高評価が欲しいだけだった評価してくれ承認欲求、何だった、登録、オッケー、チャンネル登録チャンネル一回してみたい、これ何なんだよ、これだけで一本取る気かい、なんさ本当にチャンネル登録別にもテロップ入れたらそんなもんかなと思うがね、ズニーいけるって、チャンネル登録、コメント、いいねボタン、よろしくお願いしますありがとうございました、あれ結局コメントはあやみちゃんになった、いやそうだよね順番変わってるし、あと最後のセリフまで決めてくれよ、手でこうやりながらコメントできた、いいね、全然まとまらないじゃないか、どうするのバットがついてたら本当ね、バットねついたらへこみますね、へこむよ